柿フライ茶色いのが柿フライ。レモン、キャベツの千切り、タルタルソースが添えられている。柿フライとは柿を主たる食材としたフライ。洋食の一種であり、日本の揚げ物料理の一種、海料理の一種である。主に間柿が用いられ、初秋から初春にかけてが旬である。一方で岩柿は5月から8月にかけて旬を迎える。そのため、 日本では年間を通して食べることができる。カキフライが初めて作られた時期については諸説あってはっきりしないが比較的有力な情報として以下の二つがある。一つには日刊新聞時事新報の家庭向けレシピ欄である何にしようこの1893年10月6日続け記事であり、ここにはメリケンコ、卵、パン粉を使った カキフライの作り方がすでに掲載されている。今一つには、1895年に創業した東京銀座の洋食店、レンガ亭であって、とんかつをはじめとする数多くの揚げ物料理を考案して普及させている。この店で、1901年頃にカキフライもメニューに入っている。カキフライは登場以来長らく洋食店だけのメニューであったが、 やがて一般家庭にも普及してゆき、日本の家庭料理のメニューにも加わった。また、キフライ定食などの形で和食店や喫茶店で供されることも多くなっていった。日本で大衆食堂が大きく普及したのは、第一には大正時代に起きた関東大震災の後の災害復興期であり、第二には昭和中期における第二次世界大戦の戦後復興期であるから、 カキフライもこれらの時期のいずれかをきっかけにして大衆化した可能性がある。なお、西洋の場合、古代ローマにおいてカキは生殖するものであり、この食文化を引き継ぐ形で世界中に拡散している欧米文化圏でもカキは生殖するものであってフライで共する料理は見当たらない。カキフライ料理の盛り付け例ここではカキの貝殻がタルタルソースの容器として使われている。 一般に、以下のような手順で調理される。カラリとした食感に仕上がるために、粗めにひいた小麦粉を薄力粉に変えて使う場合がある。また、溶き卵に牛乳を混ぜる例もある。熱むらや身の縮みや旨みの流出を防ぐため、衣は厚く、俵型に成形するのが一般的である。レモンの串型切れを添え、絞り汁を少しかけて食べることが多い。 タルタルソースをかけて食べるのが一般的であるが、ウスターソースを勧めるレシピ紹介者もいる。その他、醤油、トマトケチャップ、ポン酢、マヨネーズ、タバスコなども好みによっては使用される。付け合わせとしては、キャベツの千切りが伝統的で最も一般的。クリップカレーのトッピング具材としてのかきフライとチーズと、 組み合わせレイクリップホームラカキドッグカキフライにもう一つ手を加え料理もある。カキフライ丼、カキフライ丼はカツ丼のように玉ねぎなど他の具材とカキフライを割り下で煮た後、鶏卵で閉じご飯の上に乗せた料理である。鎌倉丼は鎌倉市内の特定地域のご当地料理であるが、ここではカキフライ丼もバリエーションの一つになっている。また、カキフライが 他の料理の具材になっているケースもある。カレーの場合、かつカレーのカツと同様、カキフライがトッピング具材として食されることがある。愛知県では、あんかけスパゲッティのトッピング具材の一つにもなっている。三重県戸橋のよきちやは、ご当地バーガーのドバーガーとして、カキフライを挟んだホットドッグ、裏村カキ、ドッグを提供している。 駅弁の具材としては、JR 広島駅構内で販売されている、シャムジかめ飯にキフライを添えているメニューがあるほか、洋風弁当に入れられる例もある。厚生労働省は、2013年10月6日に、改正した大量調理施設衛生管理マニュアルで、加熱調理食品は、中心部が摂取75度で1分以上、または、これと同等以上まで加熱されていることを、 確認するよう指導している。食生活学者、畑、後景子は、ノロウイルスによる食中毒を発生させない、中心部温度が摂取85度の条件を超えるためには3分30秒以上の加熱が必要としている。一般財団法人環境文化創造研究所は、小山田のりたから食品衛生研究、ボリューム53を出展として、 油温摂氏170度以上で3分以上,上、揚げるという注意喚起している。北海道オホーツク総合振興局は、油温摂氏180度以上で4分以上,上、揚げるのを目安としている。なお、4分以上というのは、冷凍されたカキの実を十分に解凍しないまま揚げる、場合があることを考慮した数値である。ひるがえして言えば、解凍あるいは冷蔵しておいたカキの実で、 ここまで長く揚げてしまうとフライの表面が焦げてしまって美味しくは仕上げられない。ありがとうございます。